はい、どうも、石川です。おはようございます。今、現在時刻、10時、まあ、15分ぐらいですね。なんですけど、さあ、今からね、ちょっと川崎市の中原区っていうのみんなご存知ですか？いわゆる武蔵小杉とか、普通にマンション、タワーマンションあったりとかして、まあ、リッチな人たちが住んでるところなんですけど、まあ、ウーバーイーツがそこでちょっと、行われてるっぽくて、ちょっと詳しくわかんないけど、もうとりあえず行くしかないっていうことで、多分俺ずっと家にいても何もできないし、そう、俺完璧主義を持ってた人間だから、とりあえず行動を起こさないと何も完璧にもなれないし、そう。ってことで、今から行きたいと思います。やべえよ、今コーヒー買ってきてさ、水も買ってきたんだけどさ、ちょっと、やっぱ行くのやめようかな、みたいな。でももうね、晴れたし、頑張りたいと思います。いや、頑張るじゃないんだよ。頑張らない。俺は楽しむんだよ、人生。はい。ということで、楽しんでいきたいと思います。レッツゴー！はい。どうも、石川です。とりあえず、ドンキホーテ来ました、今。スマホケースを買いに来ました。ウーバーイーツやってないもん、まず。途中で終わってるもんよ、今。マジでやばい。どうも、石川です。13階ですよ。すげえって、ウーバーイーツ半端ない、マジで。今、ようやく朝10時ぐらい、10時半ぐらいから出発したんですけど、で、今、2時半ぐらいなんですよ。ようやく2件達成しました。くっそやばい。超今、だからもう、ずっとチャリンコ置いてるし、でも嬉しいね、こうやっぱ、届けれると。はい、ということで、ちょっと、またもう1件楽しんでいきたいと思います。ただいまです。戻りました。今は、19時、7時ですね、いわゆる。なんですけど、自分が帰宅したのは、自分が帰宅したのは、5時です。はい。5時に帰宅しました。で、今、ちょっとこれ、スマホで見て調べたら、4件、今日、やったことになってました。多分4件。うん。多分、俺的になんか5件やったつもりだったんだけど、まあ、別に4件やって、で売上が1800円って感じですね。で、なんかブーストっていうのがあって、まあ、いわゆるその時間帯によって、パーセンテージがもらえるんですよ。で、それが680円ぐらいあったんで、だから1000円、1100円分ぐらい働きながらも、そのブーストが乗っかったおかげで、乗っかったっつうからね、一件一件に乗って、だから1800円ぐらい売上があったっていう感じで。まあ、ちょっとね、時間給にすると、稼働時間、つまりこう乗ってて、運転してた時間が3時間、半ぐらいか。それで1800円だから、やばくねみたいな。ちょっと計算まだしてないからあれだけど、まあ、単純計算1時間、ん？そう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 。時給1000円以下って感じでね。担当直入。まあ、別に今回はそういうとこじゃなくて、とりあえずやってみようって思いで行ったんで。で、自分としては、一歩踏み出したし、俺もこんななんかメンタルボロボロになって、ここハゲてたんですよ。もう今ちょっとようやくだけど、もうほんと、ふさふさなの。いや、すげえ。まあ、そういう人間が、ウーバーイーツできるんだなと、自転車を、何、何十キロ、50キロぐらい超えてたの、今日、40キロとか。で、くっそ暑いし、今日めっちゃ暑かったんですよ。ちょっと日焼けしたんですよ、実は。手も。まあいいや、まあ、そういう感じで結構ね、なんだかんだ運動できて、わー、なんか充実したなって感じでした。まあ、無事帰ってこれてよかったけど、ほんと帰りマジでもうね、こんな感じで帰ってた、こうやって、あー、つって帰ってたから、まあ、なんとかね、帰宅できたんで。まあ、ちょっと場所にもよるかもしれないですけど、川崎の武蔵小杉とか、武蔵中原っていうところに行ったんですけど、まあなんか、今日という日が、そんなあんまり、何、需要がなかったのか、それとも、あの地域が、そういう、あんまりウーバーの需要がまだまだ少ないのかなっていう、自分では感じましたね。そうですね。だから、やっぱ東郷内に行った方がいいのかな、みたいな。一応僕は設定が神奈川設定なんで、そうすると東京都の、さっき言ったブーストとか、なんかそういう効果が発動するときに、ノーダメになっちゃうんですよ。ノー効果になっちゃうんです、僕。何も効果得られないんですよ。ただ単にこう、300円稼ぐみたいな。300円、300円、300円、やった、900円、みたいな。そこにこう、ブーストが乗っかると、あ、500円、600円みたいなとかでどんどん増えていく。雨の日とかで特にそういう風になるんですけど。まあ、とりあえず、まあ今日一日やったんで、頑張りました。頑張った。頑張ったというか、まあ最初はね、楽しんでた。帰りはもう、つってなんですけど、行きはマジで楽しんでた。途中で、動画の途中にも載せたんですけど、ドンキホーテ僕行ったんですよ。で、ドンキホーテで、もうドンキホーテ行くのに、もう1時間ぐらいかかってるんですよ。普通バイクだったら30分ぐらいなんですよ。
いやだから、まあちょっとゆっくり僕が試乗運転、試しに運転してて、ゆっくり行ってたっていうのもあるけど、普段バイクと車でさ、その宮前平っていうののところのドン・キホーテに行ってたから、うわ、こんな時間かかんだみたいな。もう、あっちの着いたの12時ぐらいとかやっけ？まあ、なんかね、もう帰りてって思ったよね。で、まあ、ちょっと単刀直入に言うと、スマホケース買ったんですよ。もう本当に必要だから。もうなんかあんま、僕銀行口座にもお金入ってないから、もう手持ち現金しかなくて、お金なさすぎて、もう残りの2000円で買ったんですよ。ちょっと高いんだけど、ね、だから普通にさ、アマゾンとかで800円とか売ってるから、多分そのうちまたそれにしようかなって。しかも今日早速壊れてさ。で、まあ買ったのよ。お姉さんに、ここのサイズ、このスマホ、このね、ここのサイズとここのサイズ測ってもらって、これでいいっすかねっつったら、いや、大丈夫だと思います、みたいな。大丈夫ですよって、M サイズでいいですねって、ぴったりですねって言われて、あざっすっつって買ったの。速攻買って、で、ドンキの駐輪場でこうやってつけてたの。そしたら、っつって、サイズ合わねえの。はあ、みたいな。どういうわ、うわっつってなって。だから、それを、何、サービスカウンター持ってて、すいません、っつって、箱ぐちゃぐちゃで。そしたら、無理っつって断れたんだけど、すいません、粘らせてください、っつって。さっきのお姉さんが、美人お姉さんが、本当美人お姉さんなんで、僕ちょっとあんま、ディスれないんですけど、いわゆる、本当あの人を信じて買ったんですよ、つって。まあ、本当それ事実だから。で、ここのサイズ測って、ここのサイズ測って、そしたらサイズ合いますよって言ってて、で、これを教えてくれたんで買ったんですよ、つって。で、実際パッケージ見ると、そのね、美人お姉さんは、外周、そのスマホケースの外周なのよ。中身じゃなくて。だからスマホケース自体の大きさだから、中のことじゃないのよ。っていうのを 俺に説明してくれたから、っていうのを俺はサービスカウンターで、何これ？つって、内周あるんですか？みたいな。内周って何ですか？みたいな。っていう話で、じゃあお姉さんに僕は外周で言われました。つって買いました。って言ったら、あ、そうだったんですね。申し訳ございません。つって変えてくれて、まあ L サイズのやつ変えて、とりあえずスマホケースつけれて、今日出発できたっていうね。もう、だから最初、実質ね、6時間ぐらい今日、僕、チャリンコ漕いでたことになりますね。久しぶりに。多分ロードバイクとか、自転車プロの人は、6時間？朝飯前じゃねってなるけど、僕からすると、バイクとか車乗ってて、しかもランニングとかのさ、そういう部門の人間がさ、いきなりああいうチャリンコだし、そう、もうびっくりしちゃって。昔から僕もチャリンコ乗ってたけど、ママチャリとかだったの。だから、なんか使い方がやっぱ違うよね。楽なんだよね。ロードバイクの方が確かに楽だし、あれなんだけど、ケツやっぱ痛くなったりとかして。まあ、実質だから今日、最初行きに2時間ぐらいかかっちゃったから、そのエリアに入るのに。本当は実質もっと頑張れば40分とか45分とか、スピードも出せるからさ。まあ、無事故の範囲だけど。なんで、ちょっと今日は、そういう意味では、お試しプランというかさ、とりあえずやってみるっていうね。ほんと、それこそトライアンドエラーって言葉とかさ、ビジネス用語ではあるけどさ、そういうのを、ちょっと今日は自分が体得できて、すごい嬉しいなっていう。体得、何もトライアンドエラーして、もう一回トライしないとね、体得したことにならないんだけど。まあ、とりあえず、ちょっとね、川崎と横浜がもうちょい盛り上がってることを信じて、またちょっと今度は横浜とかにもちょっと攻めてみたいなって思いました。はい。ということで、長時間ご視聴ありがとうございました。なんか Uber Eats のね、お得な情報とかあったらぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。よし。